皆さんご機嫌いかがでしょうか。今回からはとうとう九州に上陸いたします。今回も信長の野望展望、楽しんでいきましょうぞ。タルコです。霊夢です。よろしくお願いします。おい。は？ね。はい。ねえなお3回。おっとっと。最後の大陸なんでいきなり力んでしもた。ま、松永家が同盟でもしてない限り楽勝でしょうな。山中殿が早速逃げてしもたではないか。ま、忍びの里も破壊されてないのでございましょう。まあな。島津家は7000足らずですな。そりゃあんた、攻めどき中の攻めどきではないか。ぎょい。両軍団とも目標上は同じですな。ま、北殿は動かないと思うがな。随分数、出てこなかったな。所属が相良勢力だったからでございましょう。なるほど。島津家の城、兵士数少ないと思ったら、出陣してたんですな。おいおい、勝手しもたではないか。ま、我が軍から見ればただの小競り合いに過ぎません。艦外技術が終了したようや。
ややや、大友宗麟、また攻め取りそうな勢いですな。マリレか。そこら中で一揆が起こっておりますな。それもマリな話か。下妻雷雄殿、旅立たれたようです。なーにー。ありがとうござりました、雷雄殿。ありがとうござった、雷雄殿。かくなる上はことごとく首をちょんびり、雷雄殿の災難に備えてあげるのが。皆殿の死力を尽くせ。諸葛亮曰く。十八九、雷雄殿は安心して眠れないでしょう。続くのだ。そりゃそうだ。おのれ。あんた何企んでんの？韓国や。やっぱな。でもまださすがに兵士数が多いかな。だろうな。であんた構わず韓国使者出すのかよ。やっぱダメっぽいな。様子見ただけよ。なるほど。あんたも結構諦めの悪いやつだよな。当たり前がない。ギャンブルなのよ、人生は。そうですか。官兵衛殿たちがダメだって言ってたらダメでしょ。まあな。ってあんた行かせるのかよ。行ってらっしゃいませ、官兵衛殿。なまんだぶなまんだぶ。家康殿も行かせたった。おっとっと、このままや皆殺しや。一時退却しなはれ。うむ。ここら辺で良いな。よい。前進。おいおい、部内官の兵士数、一気に増えたぞよ。外に部隊がいたのですな。あ、頑張ってくだされ、家康殿。頼みましたぞ。
切れてます。な、何怒っておるのやこやつ。そりゃおめえ、普通は怒るだろ。かくなる上は、官兵衛殿にかけるしかあるまいて。そうですな。しかしひどい怒りようだったな。怖かったですな。表面ちょっとキビってしもたかもよ。おいおい、恥ずかしいな、子供じゃあるまいし。十分の九、キビってしもたぞよ。ほぼ全部じゃねえか。ちびった？はぁ、垂れ流しじゃねえか。とにかくや、今はもう少し兵士を殺戮するのや。よい。官兵衛殿が交渉しますぞ。頼みましたよ、官兵衛殿。あれ、これ大内家じゃねえか。ほんとだな。あんた大内家にも送っていたのか。そのようや。切れました。ひー。勧告して2回連続切れられたぞよ。普通に潰した方がいいんじゃない？ま、潰すのは簡単なんやがな。逃亡はするわ、忠誠度上げるの大変だわれ。大変なのはそちも論じておろう。確かにな。寄せつけるだ。寄せつけるなぁ。いやいや、お前は頑張って寄らないと。は？なんと。は？敵を人好きにせよ。剣心殿も到着した。総攻撃だ。我らも力を貸すぞ。もう韓国の使者は送らないんだ。当たり前や。このタルコミションベンチビラせた罪は万死に値するのや。敵さんとんでもねえ罪を着せられたもんだな。今こそ決戦の時。なんたるイケメンや。金継ぐ殿には正面ちびったことばれないようにしなくてはな。押し出せ。今だ、続け。
聞かぬな。ペチさんまだ場外にいるのか？そのようですな。あ、入場した。このような状況で長くってかかってくるとはな。すごいですな。うむ。敵ながらあっぱれや。力を合わせよう。元木かごの、ますます欲しくなったぞい。おいおい、何をする気が孔明先生。府内艦の落城はもはや時間の問題。っていうかもう落城したんですけど。もしかしてあんた、一足先に輸送した方がとか言いたかったのでは？まあな。一方せえんだよ。敵将を捕獲した。全国放送で恥ずかしいですぞ、孔明先生。ションベンチビルよりマシだろが。はあ、ああ。それよりあんた、はよ東洋戦艦、逃げてしまうぞ。おっとっと、そうであった。何してんだよ。人間観察や。は？いろんな人間がいるものよのう。まあな。素晴らしき武将ばかりですな。うむ。頼むから逃げる前に説得してくれよ、皆の衆。このお方は伊賀忍者衆の頭領、桃木殿。おお、あの有名な。知ってんだ、タルちゃん。謎多き人物らしいですぞ。桃木さんが言う殿を頼みましたよ、義重殿。桃木。
これは織田家家臣、村井殿。なんやこの政治の風紀は。この方は徳川家の政治の達人、大久保殿。なるほど。元徳川家同士、忠勝殿頼みましたぞ。頼みましたよ。今こそしっかりと輸送させてもらいますぞ。うむ。一気に九州へ流れ込むのや。ぎょい。このお方はどうでしょう。むむむむ。残念やがもう少し商品めされい。カブトはかっこいいんやがな。精進なさりませ。お歯黒殿が参られましたぞ。うむ。おはぐろ殿。今日のその歯のテカリ具合、油性マジックですな。ねえだろ。おいおいおい、こやつ、直家殿の息子か。ぎょい。なんかどんどん逃げ出してきたぞよ。やばいですな。優秀な武将たくさんいたからな。よっしゃー。
素壁殿ではござらんか。酵素壁殿に文句言いまくってたよなあんた。さあな、記憶にございません。続いて島殿が仲間に。おーおー、妄想ぶり、期待しておりますぞ。よっしゃー。結婚してください。は？は？とりあえずよかったじゃないか、タルちゃん。うむ。また一段と強くなったな、我が軍。もっと暴れまくるのや。元地下どのあたりに官位など授けるのがよろしいかと。なるほど。良い考えやな。村井殿、大久保殿、お二方が仲間に。よっしゃー。今宵はオレンジジュースをとことん飲むぞカンミラ。よい。しかし何故ゴンがイナゴンが二つもあるのや。昔の考えはわかりませんな。自重も二つありますな。五人林はどこにおるのや。それはお雛様ですな。お雛様にお供えしてある食べ物。恐怖の供え物消失連絡、知ってるか？おいおいなんか怖いな。ま、まさかお雛様が食ったとでも？ま、食ったのは私だけどな。おめえかよ。何が伝説だよ。絶対食べちゃダメ、絶対食べちゃダメって。子供にとっては拷問でござんすよ。なまんだぶなまんだぶ。いい感じで上昇するではないか。よい。そろそろ時間でございまする。うむ。